はい、皆さんこんにちは。はい、山本です。本日はですね、バブルの形成についてお話ししていきたいと思います。急にバブルの形成って何なのかって思った人たくさんいると思います。これはですね、アメリカで発信されたコロナ対策についての言葉です。もうスタンダードになっているんですけども、これはあまり日本では知られてないっていうのが、ちょっと今回僕がヨーロッパの合宿に行って日本人選手を話して思ったことです。で、なのでこの YouTube を通してバブルの形成について知ってもらって、コロナの感染対策、海外でどうやっていくのかっていうのを知ってもらいたいなっていうふうに思います。で、大会運営をしている方、これからしようとする方にはぜひ見てほしいなというものになっております。これ2020年の NBA のプレーオフで使われた言葉になっております。NBA のシーズンというのは大体ですね、夏から始まって5月ぐらいで終わるんですけども、ロックダウンが出て NBA の大会がプッシュされて、8月か10月にプレーオフを開催することになりました。で、その時にですね、まあいろんな科学者が集まって、どうしたら感染拡大を抑えれるかっていうところで、出来上がったのはバブルの形成です。その当時の2ヶ月間のプレーオフのシーズンの中でですね、アメリカのフロリダ州のウォルトディズニー、ディズニーランドですね、の場所を貸し切ってですね、 NBA の選手、スタッフ、そしてメディアだけがあのディズニーランドの中に入って大会をしたんですよね。まあアメリカでは皆さんご存知のように感染拡大がずっと広がっておりますが、 NBA のプレーオフ2ヶ月間やったんですけども、陽性者が出ずに無事プレーオフを終えたっていうサクセスストーリーがありました。で、その結果ですね、まあもちろんお金もかかったんですけども、 NBA も収益も上げて、そして大会自体も成功したという事例です。その NBA の成功例が元になって、今全世界でスポーツっていうのがそのバブルの形成をやっていきましょうというふうに言われているんですよね。バブルの形成ってもうそもそも何なのか、いわゆるシャボン玉のイメージですよね。その中に選手たち、もしくはスタッフが入って、外からの接触をなるべく避けるようにしましょうっていう意味です。なので出入りをしてしまうと、そのシャボン玉が割れてしまって、感染のリスクが高くなるっていうことです。なので一回そのシャボン玉のエリアに入ったら、そこから出入りせず、もちろん外部との接触もしないっていうのがバブルの意味合いです。なので一番大事なのはゾーンの切り分け、そして PCR テストの2つになってくるんですけども、まずですね、そのゾーンの中、バブルの中に入るには PCR テストをして確実に陰性ですよっていう証明がないとその中に入っていけないです。次にですね、ゾーンの切り分けですね。僕らはワールドカップ、スノーボード大会行った中での説明をしていくと、選手たちの専用ゾーン、いわゆるレッドゾーンということですね。まあ、いろんな選手たちが、まあ、いろんな国から集まってくるような感染対象が高い方、そしてイエローゾーン、もしくはメディア、審判とかですね、まあ、選手にちょっと近い立場の方っていうのはそっちのイエローゾーンで、グリーンゾーンっていわゆる大会運営スタッフたちっていう感じになってて、その3つのゾーンでしっかり綺麗に分けられるんですよね。そのゾーンに分けるんですけども、レッドゾーンはレッドゾーンだけのエリアしか入れないです。インドアスポーツ体育館とかないから行くと、まあ、レッドゾーンだけの人の入り口、そして選手たちの控え室、そして大会場所、そして出口っていう風に綺麗に分けられてるんですよね。なので、他の人たちはそこのエリアに接触しないようにするためのものになっております。イエローゾーンもしっかり同じですね。スキー場で行きましたら、リフトに乗る時間帯、場所っていうのも全部レッドゾーンのみのグループになっております。なので選手たちのみの接触でしかスキー場の上に上がれないです。ロッジの中でもですね、そのまあレッドゾーンの人らに貸し切って、ちょっとレッドゾーンの中でも日本チーム専用の場所、アメリカチーム専用の場所、ドイツ専用の場所というふうに区切られて、なるべく接触しないようになっております。大会のコースもレッドゾーンの人だけの場所、イエローゾーンだけの場所というふうに、きれいに分けられております。で、なんでそうするかというと、はい、その接触時間、接触している場所、もし、1人の選手が陽性者出ましたなった場合になると、誰とどう接触したかっていうのをトラッキングできるわけですよね。僕がもし陽性者になった場合に、僕と接触している方っていうのが特定しやすくなるわけです。で、そうすると陽性者が出た場合でも、その人らをすぐ確保して活動制限することによって感染を防ぐようにしていきましょうってことです。大会のイベントになっていくと、それこそ100人、200人、もしくは観客を入れた場合になると、1000人、5000人っていう風に増えた場合になると、感染の拡大ってやっぱ一気に増えるわけですよね。感染拡大をミニマムに防ぐためには、そういう風にトラッキングしやすいようにバブルの形成になっております。そうすることって万が一出た場合でも、外に広がないようにする。内側だけで止めておくっていうのがバブルの形成です。これがですね、世界中のスタンダードになっております。いろんなところでバブルの形成していきましょうっていうふうにいろいろ言われております。ホテルの中であったり、もしくは公共施設であったりっていうふうになっているので、ぜひぜひ皆さんもこのバブルの形成をちょっと意識してもらったら嬉しいかなと思います。まあ一番の短い分かりやすく言ったら、学校ですよね。
3年2組の中のバブルを形成しましょう。だから3年2組だけが行ける場所っていうのを作るわけですよね。もしくは1年1組の場所行ける場所、もしくは共通する場所を作るんであったら時間帯に振り分けて前後消毒をすることによって使えることになるんですけども、行ける場所、動く場所っていうのを特定して、でシャボン玉の中で生活しましょうっていうのがバブルの形成になっております。ぜひこのバブルの形成を参考にしてみて、まあスポーツのイベント、もしくはいろんなイベントっていうのをコロナ対策にして活動してみたらどうかなというふうに思います。では皆さん、また YouTube チャンネルを通して学んでいきましょう。では。